高野津温泉 1, 高瀬温泉 2, 雲毛温泉 3, 湯沢温泉 4, 高野津温泉 5, 桂の関温泉荒川郷温泉郷は、新潟県岩船郡関川村、荒川沿いにある4温泉の総称。これに、桂の関温泉を加えた5温泉は、越後関川温泉郷と呼ばれる。荒川上流に点在する、高瀬、木良、湯沢、高野津の4温泉地からなる。 この湯沢温泉は、越後湯沢温泉とは異なる。最も古い湯湯は、湯沢温泉で800年の歴史を持つ。しかし、一帯は、河川の氾濫が多く、そのため何度も温泉街が流出している。今日、最も規模の大きい温泉地は、高瀬温泉であり、温泉郷の中心地となっている。桜田門街の変の実行犯の一人である、三浦氏の関哲之助は、 変翌年の文久元年に、湯沢温泉で潜伏していたところ、水戸藩市に捉えられた。関川村エリアのバス路線図。大半の便は、土休日運休となる。時刻表は、新潟交通観光バス、下関エリアを参照。高野須温泉はやや離れた位置にあるが、その他4温泉は、越後下関駅や、関川村役場から。 おおむねにキロメートル圏内に点在する。ありがとうございます。